縄の子どもたちにスポーツの楽しさや夢を持つ大切さを感じてもらう夢ボールプロジェクト。沖縄県内在住の小学生を対象にボールのデザインを公募。グランプリに採用されたデザインのオリジナルボールを県内の全小学校266校に配布しました。はい、おめでとうございます。沖縄市の美東小学校にはケルビン選手とカルバハル選手が登場。ケルビン選手のゴールキーパー、ダニカルバハルです。美東っ子たちに夢ボールを贈呈。サッカー選手の年収って言ってくださいですか。引退後何しますか。あ、素晴らしい。ケルビン選手、カルバハル選手と楽しい時間を過ごしました。頭5月7日に行われた天皇杯沖縄県予選の決勝。琉球の相手は高原直弘監督率いる沖縄エスパウ。J3 リーグの合間に開催された試合で若手選手が躍動します。ドリブルで相手陣内に攻める荒木亮太選手、ワンツーからシュートまで持ち込みます。ゴールにはなりませんでしたが、ディフェンダー森選手もアグレッシブに攻撃に参加。中でもこの日目立ったのが背番号7番白井陽翔選手。開幕前に負った怪我から待望の復帰。ゴールが期待されるフォワードです。前線でボールを受け野田選手へパス、シュートチャンスも演出します。対する青のユニフォーム沖縄エスファウもカウンターで反撃。ゴールキーパーカルバハル選手が落ち着いて対応。前半スコアレスで折り返します。均衡が破れたのは後半開始直後。ゴールキーパーが前に弾いたボールをキャプテン野田選手が見逃しませんでした。持ち味の泥臭いゴールで琉球が先制。さらに左サイドを駆け上がった岩本選手がクロス。白井選手が嬉しい琉球での初ゴール。ガンバ大阪ユース出身の2人が結果を残しました。2点のリードを守りきった琉球はリーグ戦も含め久々の勝利。チーム内にも明るいムードが戻ってきました。やってる選手たちはリーグ戦のことを考えてない、今日目の前のスパさんとの試合だけを見てやっていたので、まあ、それがね、今日この結果になって次につながっていくと思うので、本当に今日勝ててみんな少しほっとしてるんじゃないかなと思います。もう昨日の時点で決める気はしてたんですよ。あ、俺点取りそうやなって焦り、あれこのままじゃまずいぞ。でも個人的な入りは良かったので、あえて前半からシュート打ってて、でもやってて楽しかったので
まあ、監督と、まあ、ちょっと喋ってお前はもっとゴールに、あのゴールを目指してプレーしてほしいっていうのは、まあ、こう加入する前から言われてたので、あのそれをようやく体現できてきたのかなっていうのは思います。最低だからリーグ戦で10天皇杯でまあ5 もっと言ったらよかった。まあ、あんま調子乗らない調子乗ってダメ。得点力不足に悩む琉球に新たな力が加わりました。FC 琉球はチームの成績不振を理由に倉貫和樹監督の解任を発表しました。倉貫監督はクラブを通じどんな時も熱い声援を送ってくれたファン、サポーター、スポンサーの皆様には本当に感謝していますとコメントしています。後任が決まるまではひな哲弘スポーツダイレクター補佐が暫定的に指揮を務めます。試合だけでなく様々なイベントも行われる FC 琉球のホームゲーム、ゴールデンウィークに行われたのはタピスタバトル、タピック喧騒ヒアゴンスタジアムのコースを走るリレー対決。 FC 琉球ファンクラブ会員や対戦相手のサポーター琉球ボンバーズが対戦するのは与那原良樹さん、県出身選手としては22年ぶりに日本選手権準決勝に進出するなど 100m 沖縄最速の男です。 FC 琉球クラブコミュニケーターの上原慎也さんもタピスタバトルに参戦。絶対勝つ、沖縄最速の男は俺だ。楽勝っす。5m 先にいました。すごい。今シーズンのホームゲームでは楽しいイベントがたくさん開催されます。ぜひタピスタにお越しください。 FC 琉球次のホームゲームは6月3日土曜、対戦相手はゴン中山こと中山雅史さん率いるアスルクラロ沼津。場所は沖縄市の沖縄県総合運動公園タピック喧騒ヒアゴンスタジアム。午後6時半キックオフです。小学生のみんなは夢パスの登録で無料で観戦できます。 FC 琉球の公式アカウントを友達登録して夢パスをゲット。今シーズンの全てのホームゲームを無料で楽しんでください。ブーネット沖縄プレゼンツシンガドライブトーク、今回は森優里選手と岩本翔選手の筑波大学コンビ。試合に向かう車での過ごし方のはずが、いや試合に向かう車中何してる？あんまり変わったことはしてないけど、うん、テンションっていうあのプレイリストを作って、うん、でそれ結構デカめの音量流しながら、うん、コーヒー飲みながら、うん、歌いながら向かってる、うん、歌ってんねや、うん、歌ってる大声で、うん、大声で。おもんなさすぎる。死んでるよ。あかんな今の。今のあかんわ。盛り上げて盛り上げて。チョイス間違えてます。筑波二人は。あかん。結構いけたで。いいのいけたで。結構いいのいけました。いいのいけてる。イエス。車は仲間と距離を縮められる場所。ブーネット沖縄は仲間と笑顔になれる車探しをお手伝い。車のプロである鑑定士があなたの代わりに中古車の状態をしっかりチェックしてくれます。
車の骨格はフレームとも呼ばれ、車の強度を保つ重要な部分です。キラーに修復歴がないか、ゴムを外して入念にチェックします。リア周りの骨格もチェックしています。グーの鑑定書を見れば車の状態は一目でわかります。鑑定書はグーネット沖縄ウェブサイトで確認できます。あなたのお気に入りを見つけてください。FC 琉球、次のホームゲームは6月3日土曜。対戦相手はゴン中山こと中山雅史さん率いるアスルクラロ沼津、沖縄市の沖縄県総合運動公園タピック喧騒ヒアゴンスタジアム、午後6時半キックオフです。コントロールがすごくてうまかったです。相手に優しいパスを出して嬉しかったです。街道の勝ち出された道たどる Straight to the right track 旅 And when we are Focus 合わせ日常ローカル歩く道もいつもと変わらない。そんな日々も楽しむ飛ばすパンマン